皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年12月30日、17時22分、本日関西のテレビ局で放送されている、フジテレビ系列の土曜は何するという番組で、宇賀なつみアナウンサーなんですけども、まあこれテレビ局で見てる人によって映像が変わるんでね、本人に聞くしかないんですけども、土曜は何するの出演者の人たちと宇賀なつみ本人に、結婚してほしいんですがっていうことを言ってました。昔もそのパターンだったと思うんですよ。で、だから僕からしたらね、不可解なのがこの辺でね、宇賀なつみ見かけた時に声かけてるんですよ。だけどもう返答すらしてもらえない。それはテレビで出てるから表だってそういうふうな、なんて言ったらいいんですか、表向け用で言ってるだけですか。わからないですよ、本当に。で、ただ、安倍晋三さんに関しては、2021年の12月2日の夜18時30分頃に、シーマという車種の、車を止めて、春山整骨院の横に車を止めていて、車から降りてきて、僕に声をかけようとしてたんですけども、僕からしたらね、安倍晋三さんの身長とか頭の中に入ってなかったから、身長が180センチ以上あって、で、まあ、僕視力弱いだけじゃなくて、これもみんなね、思い込みとかで思ってるだけで、ほとんどの人が該当すると思うんですけども、特に夜間、多分2メートル以内のところまで近づかなかったら、相手の顔はっきりと認識できないと思います。マスクしてたら絶対無理。もういろんな人間と会ってきた人間だったら、目元が似てる人間はいくらでもいますから。で、顔は変わるんです。人間っていうものはね。で、その時の安倍さんは顔は潰れてる時の、顔で髪の毛もセットもしてなかった。で、服装も背広とかではなかった。ということで、なんかちょっと背の高い人は、こっち近づいてきよう、どうしよう、距離開けとこうか、だったんですよ、僕の方は。だから安倍晋三さんっていう認識があったら、ああ、安倍さん来てくれたんですか、になってたんですよ。だから安倍さんの方はちゃんと僕の方に向かって歩こうとはしていたんですけども、だけど自分から声をかけるっていうことはできなかった。だからこれは、今のコンピューターによる電波による統治の社会の中で、法廷で、もう言われてるんですよ、テレビ局の出演者の人たちとか、西尾ゆかりとか法廷で。ちゃんとあなたたちが電話かけなさいよって。で、テレビ局の方もそれでも了解してるし、その映像はもうエシロンとかはもう記録してるんですよ。まあ、その後で、まあいろんな人間は僕に電話をかけてきましたけども、まあそれが大体8時ぐらいの頃。で、だから本人の顔とかが頭の中にインプットこちらができてない。で、いろんな人間と結婚話をしたりして、その人間がどこに住んでるかも分かんない。覚えようがない。仕事中の話だから。休憩時間とか。で、実際家に行ったことがないから。で、そういう状況感も含めてなんですけども、結局これね、若い頃の僕のその状況として、多分、もうこれ全ての人間がほぼ該当すると思うんですけども、遠距離恋愛っていうのは多分成立しないと思うんですよ。親の介護があるから。私の場合は母親も亡くなって、父親の方は姉に任せてます。だから今なら、遠方の方に、身を移すことができるかもしれない。かもしれないんですよ。今お金ないから。こういう言い方しかできません。で、大してないんですよ。だからコンピューターのところはお金1円でもあったらあるみたいな認識をしてるコンピューターなのか何なのか。だからね、ちょっと話戻すんですけども、みんなが、本当に危機感、強い危機感を持って、自然再生可能エネルギー、河川水門開始玉発電とか地下水流トンネル発電、蒲田発電を、早く早急に進めるしかない。で、その余った電力でマグマ発電を用意すると。掘るのをね、掘削するのに。そういうふうな段取りで動くしかないっていうことを多くの人は分かってるのか、分かっていないのかなんですよ。誰かが他人任せにしたらもうその瞬間終わりなんですよ。本当に。例えばね、政務官の方が上に聞いてみないと分からないから。ってなるとするじゃないですか。じゃあ副大臣でしょ？大臣でしょ？その次総理でしょ？まあ間に官房長官とか入るかもしれませんけども、だから自分たちの専門部ではないっていうことで、いやそれだったらっていう形になってしまったら多分無理だと思うんですよ。みんなが他人任せになるから。今までは結局そうだったじゃないですか。
だからその辺のところ含めて、ね、テレビ局としてはテレビ局のできる範囲の物事っていうのはあると思いますよ。けども河川水門回避玉発電とか別に僕は特許申請していなかったとしてももう僕は考え出したものですでテレビで放送してで協力するテレビ局の各地方のテレビ局がその自分の近隣の都道府県の河川の撮影に行くとかね、それテレビで放送したらいいじゃないですか。だって僕一人日本全国の撮影なんか絶対無理ですよ。だって琵琶湖からのね撮影だってほぼ1日かけて、まあ、桂川まで、淀川かな、合流するところまでしか、その近辺のところ、まあ、内川止まりなんですけども、そこまでしか撮影できてないじゃないですか。で、桂川の上流とかね、天竺とかも、天竺湖、日吉ダムとかも撮影できてないし、まあ、渡月橋とか、あの辺りとかもそうですし、一人でできることっていうのは限界があるから、本当は26年以上前から1分1秒惜しんで、まあ、河川の撮影とかデジカメでもいいからしておいて、で、多くの電力が発電できるっていうことさえ伝わればね、それで良かったはずなんですよ。それで工事がスタートするから。それしなかったら、お金分の話じゃないんですよ、本当に。ガソリンが尽きたら物流が止まって全員餓死するんですよ、ほぼ全ての人類のほとんどの人は。暖房だってもう今更薪とかに急に帰れないんですよ、家の構造変えなかったら。投資しますよ、北海道の人たちとか、電力止まったら。だから灯油とかも、生成できなくなるから。ガスも49年分しかないんですよ、ガスなんて。先々掘っていくもん含めてですよ。で最悪そこの数字の中に南極大陸で今発見されてる石油とかガスの技術的採掘可能埋蔵量も組み込んでるかもしれない。だって技術的採掘可能埋蔵量で表記されてますもん。ということはもう南極大陸で発見してる分はもう数字組み込んでるんでしょ、本当は。足らない、全く足らない。100年持たすことすら難しい、今の環境下では。方法絶望的です。太陽光パネルとか出したところで、なかなかそれは、それだけじゃ全然足らない。その電気自動車化と、田舎の方のオール電化までは絶対進めなかったら、全然もう話にならないです。それ日本だけじゃなくて、先進諸国どこでもですよ。で最悪その、宇賀なつみがそういうふうなことを言ったのか言ってないかも、僕ね、テレビ見ていて、自分の頭がそれ電波ジャックされてるのかどうか分かんないんですよ。今言われたような気がするぐらいの認識しか、頭が急にボーっとして、今言われたような気がするぐらいしか認識ができなくなるんですよ。だもうみんな、何か今まで自分たちが話してきた内容で、コンピューターにコントロールされていると思ってください。わからないですよ。僕の方がそう言ったように思い込まされてる方向に持っていきたいのが何なのか、テレビに出演してる人間ははっきりと自分の立場を言ったらいいんですよ。それで固定されるから。で、それが事実なんだったら、あの人に電話かけたらいいじゃない、になるから。事実として、電話かけてこないんだから、誰も。着信履歴で電話番号がね、乗ってない、非通知の設定で電話をかけてきたものはいました。例えば、ワールドビジネスサテライトの滝田さんかもしれない。この間の12月26日から25日の放送で、1年以内に会いたいっていうことを滝田さんは言ってるんですけども、で、途中で、じゃあ僕は電話をかけてくださいって言ってるんですよ。で、それ聞こえてるみたいなんですね。で、滝田さんは電話をかけてますとか、なんかそんなこと言ってるんですよ。非通知はありましたよ。しかも万銀に近い。コールは2回ぐらい。絶対つながる気ないから。だから表立ってで、ね、みんな言ってるのか、その表立って用に。
で、家の横通り過ぎて、会いに行きましたとか、それで自分の仕事を確保できてたからでしょ。だそれするんだったら、それをしたんだったら、ちゃんと会わなかったんだったら、その仕事が外れなきゃなんない。これが正しい結論で、で、結局それで、安倍政権が、ね、安倍派が今、家宅捜索に乗り出されるところまで進んだんでしょ。今まで横通り過ぎていたからって。けど他も、どこの党も同じじゃないですか、そんなこと言い始めたら。で、これね、ちょっと心当たりがあるんですけども、もしかして平成の天皇陛下もここの横を通り過ぎたのか、もしくは、まあ、フィリピンに初めて訪問されたぐらいの頃ですから、平成の天皇陛下が、だから、もしかしたら私が仮設住宅の頃でしたっけ ?1997 年、8年ぐらいの頃は仮設住宅だったような気がするんですよ。1999年の、大阪ヒルトンホテルに勤務し始めてる頃はもうここに住所変わってたと思うんですよ。だからね、これね、だから誰がどういうような思惑でそうしたのか分かんないですけども、その頃はだから、もう分かんないですよ。もしかしたら平成の天皇陛下、仮設住宅の僕の自宅に訪問したのかもしれない。もしくはここの住宅に来たかもしれない。集会所に来たかもしれない。で、実際会ってるかもしれない。だから天皇家はフィリピンに行きましたの方かもしれない。平成の天皇陛下。わかんない。だからこれはテレビ局の人間と、その時の状況とかで話が全然変わってきてるから。だからさっきも言いましたけども、家の横通り過ぎたのがバレたり、淡井圭介と話し合いをしっかりしなかった人間は、結局途中から番組から降ろされたりするようになったでしょ。で、その方針がなかったらみんな自分からちゃんと会って話し合いしないんだからっていうことで、これで物事は今固定されてるはずでしょ。だからルールが途中で変わってるかもしれない。で、仕事外されるんだったら行くん嫌だなみたいな形になる。だったら自分から電話かけたらいいじゃないっていう話になるんですよ。だから、佳子さまは10月の、チリ訪問する前に僕の自宅の横通ってるんですよ。で、僕に声かけなかったから、チリの訪問に行ったんですかっていうことなんですよ。もともとのスケジュールで眞子さまがあった、そういうふうに見せかけているのか、これもよくわからない。複雑なことされてるから。じゃあ、他の国の訪問とかはどうなるんですっていうことなんですよ。横通り過ぎた回数が増えれば増えるほど他国へ訪問して、移民政策された方たちとお会いして何か確認作業をしなきゃならないのか、だからその辺のところルールっていうのは僕も分かりません。全然。誰がそういうルールを作ったのかも。宇賀夏には僕は声かけても返答しなかったでしょ。で、その後、どっか海外にテレビ局から現地行きませんでした。でしょ？テレビ局のお金で行ったんですかっていうことなんですよ。で、正直、声かけないんで行ったんだったら、実費で行きなさいよの話だったら分かるんですよ。ね？変でしょ？他国行く話にしても。それが仮に公務員だったとしても、国家公務員だったとしても。他の大臣に置き換えてもですよ。で、こういう複雑なルールがそもそもいらないんだと思うんですよ。ややこしいから。後に遺恨を残すでしょ？本当のことがバレた時に。それだったら自分から率先して行く方がよっぽどマシじゃないですか。でしょ？で、上田積みのケースの場合は、僕と話し合いちゃんとしなかったのに、会社のお金使って海外旅行行っちゃったんですかっていうことなんですよ。だからもっとテレビ局側で物事をまず見ましょう。じゃあ、今までのテレビ局のあのバラエティ番組とか何だったんですって。海外に訪問するもの。正直、反旅行みたいで楽しむような形になってるじゃないですか。じゃあ、会社のお金使って、って。誰も会って話し合いしないでって。例えばテレビ局はこうなってます、ああなってますとか何かそういうことを伝えてくれるだけでも、こちらとしては何かプラスになるかもしれない。もしくは河川の撮影手伝いますとか。もうそういうのはすごくいいじゃないですか。お互いにとってね。淡井さんの話聞きましたと。エネルギーの残存量問題僕らも協力しますと。今テレビ出演してる何々ですけども、その河川の撮影の仕事をテレビ局通して僕らに行かせてもらえませんかと。で、僕はね、テレビ局の方はどう言ってるんですかって。では僕はそれ言ってくださいっていう映像を、言っておきましょうかとか、ね、そういう話をするじゃないですか。で、ちゃんと世間にそういうことを伝えていれば、それで正しい評価が出てくるじゃないですか。彼らは頑張ってるって。仕事としてちゃんとお金もらいながらね、河川の撮影行けるんだから、そのルールなかったら誰も協力できるわけないじゃないですか。
でしょ、みんな自分の人生かかってるんだから。じゃあ自分の仕事ばっかり打ち込むだけになっちゃうじゃないですか。だからもうこれ以上ややこしいことするやめましょう。本当に。わからないから。何目的なのか。で、再三ですけども、これは加護様にも申し上げますけども、その、2回通り過ぎた可能性があるんですね。ご自分で、その、インターネット記事の動画で僕と会話をしてるときに、もう、だから、後続の方が、もう絶対コンピューターで有利なように多分設定されてるんだと思いますよ。頭の中でちょっと考えた内容はもうすでに伝わってるから。考え始めたときに頭の中で抜けるんですけども、それが伝わってるんですよ。加護様。2回目に、その、もうマスク1回目も2回目も知るから、佳子様かどうかなんか、なかなか分かりづらいんですけども、声が聞こえてきたところで、どうせ嘘やろってこっちも思っちゃうから。で、2回目ね、もうこんな、もう、よろよろになって歩いてたんですよ。で、目元もだいぶ変わっていて、いや、いくらなんだよ。佳子様ちゃうやろうと、そう思ったんですね。けど、インターネット記事の時間軸を超えてのところで、もしかしたら、あの時の人物もってこう頭の中で思い出した瞬間にもう加護様の方がそれも私ですってすぐに返答してるんですよ。いやそうじゃなくてこちらが自分から声かけたらいいじゃないですか。あとマスクしないですぐにマスクパッと取って秋篠宮家の加護ですって言ったらいいじゃないですか。でこれはもう文人様にいただいたお言葉でね、一応紀子様にも聞いたと思いますけども、僕もあのそれ言う一部の人が誤解したら怖いから、いざとなったら眞子様佳子様が間違えてたら叱ってもいいですかっていうことを了解もらってるんですよ。僕は二十歳ぐらいの頃フルーツラバーグで勤務してる時に、もう文人様にそれあのちゃんと確認してください、疑う方は。で了解得て今ちょっと怒ってみようかなと思ったんですけど、おじけすぎてます本当のところ。じゃあもうややこしいんですよ。そのもういやだから宮内庁とか他の警察官とかがその話を疑って、いやこっちではこう聞いてる、ああ聞いてるとかで、仮に僕は今叱って何か言ったとしますよ。いやもう加護様エネルギーの残存量もあるんだから絶対そこは僕に声かけてもらわないとって言って叱っとするじゃないですか。それでまた僕に中心させられたら絶対嫌だから今言おうかなと思ったけど、やっぱり言えない。これが権力、怖い怖い。もうこっち涙目になってるか、本当は。これ笑いながら言ってるけども、本当は違うから、心境。スコール、スコール、スコール、大雨。本当は心の中で。こんなむちゃくちゃなよくわからん世界っていうところもそう。これじゃコンピューターが人間を動かしてるっていうことになるじゃないですか。自分から勇気持って声ぐらい出さんと。で、もう僕は動画でも公開してるんだから、あと、この間、秋島駅の加護さんも訪ねに行った時に、最低でも自分がそこにいないんだったら皇居の亀甲門に行くって言ってるんだから、そこにいる皇宮警察の人たちにイエスかノーかぐらいの伝言ぐらい残してくれないと。時間の無駄ばっかりかかっちゃうんだから、いろんな人の人生の50億人の命かかってるんですよ、先々の人たちの命まで含めて。皇居の前行った時に皇宮警察の人、もう皇宮警察じゃなかったもいいと思いますよ、警察官で。もう名称一緒だから。で、あそこのテント見てもらったら分かる通り、謹賀新年のその挨拶で、今忙しいからとか言われたんですよ。で後からこの動画、まあ他の動画でも言ってますけども、そのね、逮捕された警察官の方たちに向けてのメッセージみたいな形で、よく考えてくださいって。忙しいですかって。手振るとか、ちょっと言葉を述べるぐらいでって。違いますよねって。今大事なのはそういうことじゃないんですよねって。で、その、皇宮警察の人たちとかと話しましたけど、やっぱりみんな状況分かってなかった。その安倍さんが来た件に関しても、で、それ、いや、もうそれ安倍さんがその後死んだことになってって言ったら、その、警察官の人たちの一名の方が、まあね、僕より年上の方がね、もう半笑いになってしまいながら、ああ、あるかもしれんって言ってたんですよ。だからこの方法って多分しちゃダメな方法だと思うんですよ。本当は僕にちゃんと電話かけなきゃなんない。だって法廷で決まってるんだから。
じゃあ裁判官の内容、別に判決としての書類はないでしょうけども、法廷で言ってるんですから、裁判官が。でもそれ、一人一人、僕らが言われたわけじゃないし、とか、そういうふうなことにするんですか？無理ですよ、それきっと。先代の方たちはそれ認めませんでした、総理とかが。なんか、その麻生太郎さんとかも、僕の携帯電話に昔、電話かけてくれたりしたんじゃないですか。それから、秀和株式会社の北神戸店とかに来れたんですよね。どうでしょう、もう、あの麻生太郎さんも正直もう80代ですから、その辺の記憶、曖昧になっててもおかしくないですから、基本的に多くの人が一歩を入れてからだったでしょ、もともと基本は。それよりとにかく形が崩れていた。で、その変なルールが、ルール化されていた。フェイクのルールが。まあ、だから、航空警察、まあ、警察官の人たちもアポイントがないと無理だっていうことを言ってくるんですよ。こっちだってそれだとアポイントがないと無理だっていうことになるんですよ。何時に来るんですかとか。僕は伝えてるはずですよ。で、伝わってるはずですよ。90番の皇室の方たちへのメッセージを見てくれてるはずですから。で、見なかったら見なかったら、それ卑怯でしょ。ややこしくなるだけなんだから。だって眞子さんもそれで自分で先に結婚しちゃったんだから。阪神・淡路大震災の被災者に結婚かけさせておいて、自分たちが先に結婚した、それ卑怯ですよ、はっきり言って。それだったら2019年に全力を尽くして何か対応してもらわないと。結婚問題のこともそうですけども、自然再生可能域のその河川水門海岸発電とか、そういうことに関しては多くの人たちの人命かかってるんですから、そこは全力尽くさないと。もう大人なんだから。その僕一人だけ頑張れみたいな形でしょ、結局スポーツの勝ち負けを。日本代表戦とかもね。もうほとんどそういう形式にはまってたじゃないですか。僕一人で頑張ったケースで言うことを1対1点差で勝つケースですよ。結局は勝つんだから。また頭の中ですごい取られるよ。で、僕はもうスポーツの勝ち負けは降りたいんです。1円も誰も払ってくれませんから。いまだに。で、労働力の部分でも、スポーツ選手で、僕の県で一緒に頑張ってくれたり、います。自然再生可能への普及とかで。いないでしょ。で、まあ、これはもう、他の人間が、大谷翔平がテレビ出た時に伝えてくれたらいいと思うんですけども、正直、淡谷さん怒ってるよって。グローブ、6万個もばらまいたことって。怒ってるよって。当たり前やんって。グローブよりも人の命の方が上って決まってるやんって。それ当たり前のこと。それ先輩たち僕言うよって。君間違ってるよって。グローブ6万個ばらまくために、君に対して頭なんかとか勝ちたんじゃないから。無理して起きたりとか。フラフラよ、こちら。野球さえできてたらいいんじゃないのよ。サッカー選手も。サッカーできてりゃいいとか、そういうことじゃないの。もう全然違うの、今の時代。アナウンサーもそう、コメンテーターもそう、テレビ出ていて、その仕事ができてはいいじゃないの、全然。違うの。テレビ出て有名人になったんだから、それ相応の責任を伴ってもらわなかったら無理なんです。国会議員の人たち見てください。大臣。すぐに辞任で、で、またテレビとか出てきて、自分の仕事確保する、他の人たちが追い出される。何なんですか、この話って。差し掛かられますよ。僕に言われますよ。でもそれぐらいはっきりと一般人の民間人で、低所得者の人間がね、はっきりとそういうふうに言える人間が誰かいなかったら、ある程度政府上層部の人たちとの、その今までのね、良い部分も悪い部分も含めて、まあ、行き違いの部分もあったと思いますよ。だけども、そういうふうなところではっきりと、それダメですよって違いますよっていう人間いなかったら、これ社会成り立たないんですよ、本当に。だって定職としての人たちがこんなに増えて世の中こうなってるんだから。で、本当の人口統計とかだんだん分かってきた方だから、3分の1の人口にが本当の正しい人口の可能性、これ12分にあるんですよ。だって世代数数えてる時にこの人明らかに、ああ中国か台湾の人だなってもう名前見ただけでね分かりますから。カタカナの人とか、だからカタカナの人だったら、
別に中国とか台湾の人とかじゃなくて朝鮮半島の人かもしれないし、ベトナムの人かもしれませんし、インドの人かもしれませんし、ミャンマーの人かもしれませんし、分かんないですよ本当に。そう、インドネシアとかフィリピンとか県民でいうとあんまり聞き慣れない名前とかって、いやもう正直どこの国か分かんないです僕も。まあそういう人たちも住んでる、でいずれ母国に帰るんですよ。ただ日本人もある程度海外に行ってるから、その辺のところはもう今数えてるその人たちも入れてね、うん、まあ同じぐらいの数として見たらいいんじゃないかっていうのが僕の考え方で、で、まあまあまあ、宇賀夏実に関してそれ言いました、言った。一応、敬語と敬語じゃない言葉を意図的にこれ使ってるんですっていうのは、法律の世界で、軽犯罪法で礼儀あるでしょう。スポーツの勝ち負けに関わると、そこ疲れてくるんですよ。で、もしかしたらそれスポーツの勝ち負けと関係ないかもしれない。ルール法律で一般社会も他の人の動きとか見ていても敬語使ってる人間の方が動き的確に動くから、真面目に生きてる人間の方が本当で、職場に仕事中に歌い始めたりとか笑い話とかそういうことを、し始める人間だから、仕事中に結局ふざけてしまうっていう人間とか混ざったら連鎖反応起きてしまってます。ちょっとした間違いですけどね、分からなくなったりとか。だからその辺のところは僕ははっきり昔から分かってるから、だから知識人の人たちとしかとしかとしか、なんか言い方もおかしくなってる。で知識人の人たちと一緒に仕事がしたい、もうよく分からない連中とかなんかとも一緒に仕事なんかしたくないって、自分までおかしになるからって。だからその辺のところは高い理性とかでその悪い方向にそれないように、自分の立場とかを意識しながらどういうふうな連中が狙いをかけてきてるかっていうところも分かってるから、もう片っ端から名前を押さえていくだけだから、インターネットでの会話とか嫌がらせ行為とかね、ゲーム内でも同じ、別にいいよそのプレイヤーが消えていっても全然問題ない。悪いことしてる人間をしっかりと正しいことの方が重要だから、その辺のところでインターネットゲームの、正しい未来とか方向性が分かるんだと思いますよ。正直我が天下と我が天下戦国も料金高すぎるなって思いますね。多くの人たちが何年もプレイされてる方で、まあ100万円ほど使ってる人たちが結構いらっしゃる。だからそれはちょっとゲームとして見ては高額すぎるなっていうのは僕の率直な感想で、それ自分でサブクリプション開いて全部ね、自分でメモしていって、いついくらお金使ったっていうのを何年間も統計出していって、それで計算しなかったら時間持てないんですよ。いつの間にかこんな金額になっていたって、これが本当の話で、僕もそうなんですよ。僕は100万いってないんですよ、いってないんですけども、我が天下と我が天下戦国武武で合計でもう何十万も使ってましたから、後からそれ分かってびっくりしたんですよ。こんなに使ってたのかと。まあ、その当時は親の介護とかあって、まあ、リラックスするような形でね、何かゲームとは気を紛らわすものがなかったら、子供の頃にね、母親と仲良くしてもらったこととか思い出すから、もうそんな精神状態になったら、もう無理なもんは無理だから、介護もきついから精神的に。亡くなる寸前って。自分は親に対して何を仕上げれたんだろうっていうことを考え出すから。そういうゲームとかをして一時的にね、その何か精神的にちょっと緩和させるようなものがないと、みんな介護の時は無理だと思うんですよ。優しい人であればあるほどね、我が子の時とか子供の頃の時の会話とか思い出すから。だからそのインターネットゲームに関してはもう基本的にまた家庭用のゲーム機に戻ってくるんじゃないかなっていうのは僕の見立てなんですよ。だから一つのゲーム6800円とかで販売されてたじゃないですか。だからそれを一回買ったらそれ以上お金がかからなかったあの世界にもうみんな戻ってくるんじゃないかなと。いや金額は大きすぎるから、なんかもうそれでこそもしかしたら政治の世界だったのかなっていうのは、まあインターネットゲームに大きく関わってきた人間としてのまあ、最終的な結論ですかね。だから200万
3年9ヶ月プレイして200万円ほど、かけたアカウントですっていうことで、まあ、88万ほどで、買い取ってもらえませんかっていうのをインターネット上で見かけましたけど、我が店かとか我が店か専攻部でそういう人たち結構いらっしゃるんですよ。で、やっぱりもう辞めるとき廃人みたいになってるんじゃないですか、その金額とか、あと年金とか厚生年金とか、その2000万円以上かけてなかったら1月15万円の支給にはたどり着かないと。それも65歳からの支給で15万円かもしれない。で、男性で1月15万円の支給、年金で厚生年金と国民年金合わせですよ、50% 以上いらっしゃるかなどうかなんですよ、たどり着けてる人がね。で、女性は3割ぐらい。もうそれが昔からのデータなんですよ。で、昭和63年人材派遣業法が出来上がってからさらにめちゃくちゃになってるはずだから、一応安倍政権の時に人材派遣会社の人たちも、退職金が出るような形には法律は法改正されてますけども、その話も人材派遣会社の人たちがどこまで理解してるのかと、ちゃんとね、支給しなきゃなんないんだっていうところと、あとルールの適正化で、もう日割りで、働いた、半年以上働かなきゃならないとか、1年以上働かなきゃならないとか、そうじゃなくて、もうその、日割りでもう算出しなかったら無理だと思いますよ。現場コロコロ変えられるから。だから払う実態がなくなっちゃうから。意図的に多分現場コロコロ変えられるから。どうしても経済原理が働くから。だから、法の抜け道みたいな形で使われても困りますし、少子化が止まるような兆しっていうのは全くないですね。上乗せみで意図してることはよくわかんないです。一応僕に一回携帯電話で電話かけてきたことはあるんですけど、途中で安藤もアナウンサーに変わってきて、その時に安藤もさ、報道聖書は見てますけども、新人のアナウンサーの名前までいちいち覚えてないし、もう淡い系ですけど直接会った人間だけでいいじゃないですか。そうじゃなかったら僕も覚えきれないから、ちゃんと会って話したことある人間ね。もうそこで なぜ、もうその時の会話も覚えてない、録音機能とかないから。から僕からしたら、なんか、安藤に変わりますとかなんか言われて、安藤ですがとか電話出られたんですよ。安藤美希かなと思ってたから、そこだったらそこで、どうぞこれどうなってんのの話ができるから、本当は安藤正家の人間でしょって。で、本当に父親亡くなってました、亡くなってる、何のために来てたのとか、これ本当のところテレビでどんな話になってたのって。本当は父親いたのにいないような放送されたわって。それも父親はもしかして連れて行かれたって精神病院とかにとか。そういう話だったら、もうそういう本当のことだけ言っといたらいいよって。下手に隠蔽すると、もっとテレビ局は話ややこしくしてくるからって。本当？で、なんで誰もお金払ってくれないのって。そういう話もする。僕のことだから。で、それきっちりしておかなかったら、後でそんなもん引き受けたくみんなないから。スポーツの勝ち負けなんか。顔は渡さなあかん。頭の中は貸さなあかん。体温奪われる。もう自分の体調めちゃくちゃ夜中起こされる。そんな生活絶対嫌やもん。こんなもん奴隷と一緒やん。なんで金払わへんねん。ってなるから。絶対人間関係壊れる。大体テレビ局なの？そんなルールなんだ。テレビ局のアナウンサーが頑張ったらいいじゃないって。どうせ仕事場でヘラヘラヘラ笑いちゃうと思うよ。僕みたいに対応能力あります？誰か同僚と試合始まる前とか笑い話した時にそれ対応の仕方とか分かってます？全部エシロンとか富岳とかは頭の中読んでるよ。その日の試合に影響出てくるよ。ものすごくあるよ、覚えなきゃならないこと。できるのっていうこと。髪の毛染めてる程度の人間があって、多分どうせ無理だから。その時点でもう会話基本多いやんだもん。だから大したことないっていうこと自体が髪の毛染めてる時点で分かるから。自制心ない、ルールきっちり守らない、その時点で
スーパーコンピューターがどういうふうな対応するか僕分かってるから。頭がもうすぐ取れる。だからスポーツの勝ち負けが降りてるって言ったらもっと思ってほしいな。あとはもうお金払ってもらうだけや。一からこの世の中きっちりした仕事場にテレビ局などを買えなかったら、あとあの年俸の話とか誤解のないように、もうそれせんかったらもう無理や。この世の中むちゃくちゃになったままや。誰も協力しようぜ。肝心のプロ野球選手だった人間が、例えば30半ばまでプレーした人間が責任持って本当のこと言ったらええねん。誰も本当のこと言わへん。実は元警察官とか、今でも現職の警察官だとか、そういうこと言えばいいじゃない。分かんないんだから。世の中余計混乱するだけなんだから。で、若い子とか言い出すんです。なんか自営業らしいんですけども、確定申告、あ、それだったら確定申告書いたことあるか分かるでしょって聞いたら、書いたことないですとか、なんかもう中学ぐらい受け答えしてるまだ若い子だったんですけども、男性ね、二十歳過ぎぐらいに、で年収1億円以上目指したいんですとかなんか言ってるんですよ。いや無理無理無理って、そんな無理だからって。だから総理で、安倍さんで年収2400万円ぐらいだったんでしょう。一部のインターネット記事ではそうなってましたよ。だから自分の自主返納、総理は3割返納で、大臣副大臣が2割返納で、返納で政務官が1割返納で、まあ数日後に年少との間違いでしたって言ってきたんですけども、まあそれは僕が言った後なんですよ。だからこの辺とかに潜んで僕の喋ってる内容を聞いたのか、まあ、その辺のところはよく分かんないんですけども、まあ、世間の相場っていうのはみんな、ものすごく勘違いするから、ちゃんと建築費用はこれぐらいで、それに対してこれぐらいの働き分をしたと、そういう評価でありますとか、そういうようなこと言わないと。本当にもらってた、怒るよそりゃ。横領で捕まえんかいの話になるよ。当たり前やん。本当の人口統計の話までしてんのに、あと民間の税金とかみんな投入されてるんだから、どこのスタジアムもともと。そんなの国庫にお金返しなさいの話になるやん。もう敬語なしになったら今度それ理由で頭の中取られよ。ちゃんと嘘言ってる人間が頭を取ったらええやん。エシオン捕獲は本当のこと本当は知ってるんだから、そこにこちらが敬語になる必要ないんだよ。正当防衛があるから、民法でも刑法でも。なんで悪いこと言ってる詐欺師とかに媚びへつらって敬語使わなあかんねんって。それだと詐欺師あがめてることになるやんって。今言ってみてる。でそれで頭の中どうなってるか試してる、捉えてる。それでもルールむちゃくちゃ。だからテレビ局に誰か特別な判例か何かで特別なルールを多分与えてるんだと思う。無理やわ、そんなルール導入されたら。絶対社会崩壊、もうだいぶ前から起きてるもん。その水面下の人間下で、なんとか留めてるんだから。放置してたら、世の中めちゃくちゃになりっぱなし。まあ、それをこの辺りの地域。いちいち僕が動かなかったら、アダルトコーナー置いてる、レンタルショップさえなかなか潰すことができなかった。警察官が。話なんない。で、内科と歯科の個人開業医みたいなところが、もう本人は個人開業医じゃないですって言ってるんですけども、人材派遣会社から来た医者かもしれない。わからないですよ。もう10件ずつ以上あるし、今まで何件か潰れてる。当たり前。潰れてない方がおかしい。で、5件あっても多い。一つの駅の区間なんだから、そんな地域どこにもない。10件ずつ以上で、ペットのその医者のところは開業してるのが4件。
ないない、普通そんな地域ないよ。一つの駅の区間ですよ、その近辺で。もうむちゃくちゃこの辺りで、こういうまともな話してるのに頭が取られてる。敬語使ってないだけで、相手が敬語使ってないとき、こっちは頭の中回収できるんですかっていう話ですよ。まだ頭の中取れてる。敬語使っても今度はもうむちゃくちゃ、ずっとむちゃくちゃこの世の中。スポーツ業界に関してはまだ訴えてませんよ。会社の登記簿とかは一部は出してましたけど、まだ訴状は出してませんでしたから、まあ、その辺のところはコンピューターが見合ってる判断しちゃダメよ。で、本当はリーガルなんとかっていうソフトで、その話が事実かどうか、エッションとか分かるんだから、ああ、青井さんにお金払ってなかった、あげなかったら、これ損害賠償金として成り立たないっていうことぐらい分かるでしょ、法律で。あるんだから、法律面で損害賠償が。ね。あまり意味ないんだから。楽しいはあるかもしれないけども、エネルギーの残存の問題の解決に対して、何にも協力してくれてないんだから。むしろ加速させるんだから。それ無理や。オリンピックもいらないとかそういう話になります。でも言った。あとは世界がどう動くか。できないんだったら人類を滅びる。万博も同じ。だからなくさなきゃならないのはたくさんある。車の販売だってもう一気にすぐに、制限かけなきゃならない。2024年にできなかったらもう終わり。それでももう遅かったぐらい。だからイギリスなんかは2030年までにできなかったら無理だっていうことを計算出してるんですよ。もう我々だけでもそういうふうにするっていうことはイギリスははっきり言ってるんですよ。でも2030年で遅い遅い遅い。もう来年の4月。で、ガソリンとかに関しての補助金を世界中でなくす。その代わり給付。だから節約したものが勝ちっていう社会に変えなきゃならない。で、世界中で同じ、日本方式を取り入れたり、他の国はもしかしたらそうしていたかもしれない。以前から。そこの国はよく分かっていた。もう話長くなりますから、ちょっと、もうこれぐらいにしておきますね。で、ウガナスミに言った、その、結婚してくださいっていうことが。僕は言ったような気がするんですよ。言われたような気が。以前もそれ言ってたし、だけども現実の行動は全然違うでしょ。それ何なの？よく分かんないの、本当に。何が何やら。だから僕は何も決まってないんです。本当に何もね。で、あなたたちは何も手伝ってくれてないんです。僕の人生にとってね。むしろ足を引っ張ってたっていうのはこれが現実なんです。で、上田裁判官と一緒にいたのはあれ何？その説明をまずしてほしい。上田つみに関しては。その説明がなかったら結婚どうのこうの話じゃないから。当たり前やん、そんなもん。あ、でもなんか誰が回収してんの？上田裁判官？そんなもん被告人として出てもらうよ、それだったとしたら。知ることもめちゃくちゃやん。あなたも見たんだからないよ。普通法テラスに弁護士つけて対応させますからとか、そういうふうなこと言うんだったらまともな裁判官だけども、それしなかったんだから。その人も支援再生可能エネルギーの普及を止めていた人間の一人。間違いなく。もう絶対こうなる。これは世界中で正しい認識を持ってください。それは神戸地裁とか他の裁判所にもしっかりと明示して伝えて、青井さんが訴えてきた内容をすぐに法テラスの弁護士とかつけないんだったら、君たちも加担者側だったっていうことになるっていうことをもう明言して伝えてください。だからテレビ局の出演者で裁判所や勤務者の人間がテレビ出ていたっていうこと分かってますから、偽名使って。もうだから偽名の世界もう一回やめないと。無理じゃない、こんなの。むちゃくちゃな言い方、もうまたそのテレビに出ていた、その芸人みたいな形でテレビに出ていた人間が西岡澄子っていう名前で、神戸の簡易裁判所で見かけました。金髪、髪の毛染めていて、髪の毛長くなっていてね。多分本人。おいおい、多すぎる。もうめちゃくちゃ。無理や。絶対まともな裁判所じゃないよ。
その人間多数も抱えてるんだったら。もうテレビ局なんか合併して縮小したらいいんですよ。税金でしょ、出演者の人たち出てる。いやいやいや。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。